おはー、懐かしのハーが出ました。のどかです、お願いします。お願いします。そして撮影者が美意識たかしです。ビューティー、お願いします。お願いします。さあ今日僕たちはですね、うん、富士町の古湯温泉街というところに来ました。来ましたね、はい、ここはね、あのぬる湯温泉が有名な温泉街で、すごく人気のスポットなんです。はいはい。ただ今日のテーマは、うん、温泉ではございません。お、何でしょうか。読書の秋ということで、おすすめ読書スポットですね。あ、温泉ではなく読書スポットですか。はい。あれ、あるのここら辺に。あるんですよ。ただ、普通の読書スポットじゃないんですよね。ちょっと変わった読書スポットなんで、うん、行きましょう。行きましょう。さあ、今回おすすめする読書スポット、はい、こちらでございます。はあ、うわ、めっちゃいい感じや。実はここ古民家を利用した図書館なんですね。はい、赤月という図書館なんですけれども、はい、普通の図書館じゃないんです。なんか書いてあるよ、見てください。なんと、はあ、泊まれる図書館なんですよ。すごくない？宿泊できるらしいです。最高や、本好きにとっては。雰囲気最高ですよ。めちゃくちゃいいの、ね、やばい、やばいね。ね、これはちょっと気になる。もう女性とか俺で大喜び。じゃあちょっと入りましょうか。行きましょうか。はい、失礼します。こんにちは。あ、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。どうぞ。この泊まれる図書館の暁の館長ですお名前お伺いしてよろしいですか。白石と申します。白石さん、やっぱ館長と聞いたら僕、あの石井館長がすごい世代的に出るんですK1 のねめちゃくちゃ素敵な場所ですね。いや、すごいね。で、入ってすぐですよ、うん、入ってすぐもういきなりいろんな本が、ほんとだ、ずらっとこうラインナップがね、種類豊富というか、もうこの時点で、うん、じゃあ施設の中にちょっと今から案内してもらいます。いいですか。よろしくお願いします。お邪魔します。うわっ、うわめちゃくちゃいいじゃない。おしゃれ。あ、ほんと古民家だ。そうね、和室で、ああ、あとこの和室にこの本棚がめちゃくちゃ合う。いやー、すげえ。普通の宿泊施設じゃない、普通の図書館じゃない。ちょっと中はそっちもあるよ。うわ、いっぱい、めっちゃ本ある。すげえ。いや、すごいなうわ、これはちょっと驚きだわ。おしゃれな照明。縁側もあるんですね。縁側というか、これ廊下？縁側です。縁側になるんだ、はい、うわ、めっちゃいいよ、ここ。あ、ここもだから本ここで読めるんですね。はい、ここ一番人気です、ね、おー、なぜこの泊まれる図書館を？あの、ただ単純に本が好きで、ほう、あの図書館に泊まれたら楽しいのになと思って調べたらなかったので、じゃあ作ろうかっていうので、館長自らがこういうところに泊まりたいなっていう。そう、僕はお客さんとしてここに来たかっただけで。なるほどね。そういうことか。で、この場所は古民家になるんですか？古民家ですね。もう築110年なので大正時代に作られた。すげえ。かなり歴史のある建物なんですね。もう見渡す限りいろんなところに本があるんですけれども、館長チョイスの本？いや、僕がチョイスした本は一冊もなくて。え？え？誰が選んだ本なんですか？僕の知り合いの本好きに声をかけて、その人が選んだ本だけ置いてます。え？これがまずその一人ですか？この方は。そうです。この人が20冊に選んでもらって、それを一人一箱に入れてます。じゃあこのボックスは、この選んだこの一人の人が詰めた本、おすすめの本。そうです。ああ、そういうこと。あ、すごい。なんでそのやり方チョイスしたんですか。昔古本屋をやってて、週末だけ古本屋をやってたんですけど、もう僕の好きな本だけ置いてたから、すごい偏ってて、そうするとお客様あんま来なくて。もっとだからいろんなお客さんに来てほしいっていう思いがあったわけですね。そうですね。何人ぐらいの方に選んでもらったんですか。これで70人で、70人で1人20冊おすすめ、はい、ってことはこの館内にあるのは1400冊。1400冊。すごー、すげー。え、ちょっとせっかくやったらいろんな人の見ない。あ、ここにもあります。はい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 。これは、公務員のサクさん。あー、サクさん、はいはい。猫ですね。猫じゃないですよ。公務員できないんで猫は。
ック紹介文も書いてあるんだ、サクさんの。なるほどなるほど、お酒を飲んだり美味しいものを食べたり温泉使ったりしながらふわふわ生きている方、なるほど、そういう方が選んだ本ってことね。なるほどね。わ、いい、なんかそっか、図書館だから。どうした、図書カードがあります。あ、本当だ、懐かしい懐かしい。とあとなんか下になんか文字が書いてますけど、これはこの本を選んだ理由というか大事にしてる理由書いてもらってる。へえ、すごい。これなんすか。これあの20冊で選んでもらってるんで、はい、そのうちの何位かを。なるほど、だからサクさんランキングがあるわけですね。ランキングこれってじゃあ20冊全部にこのおすすめのコメント書いてあるってことですか。のはずです。へえ、せっかくやったらサクさんの1位を。あ、1位ね。あ、1位だ。1位すごい、1位きました、ランク1位。本当だ、なんていう。足明けの崩壊。小説ですね。これちなみに館長見たことは。これはそう、あの1位だったので読みました。おう、どういうお話ですか。裏に書いてます。そうね、1400あるから。1400あるんでちょっと気になるね。おすすめポイント、文章を追っているだけで幸福になる、うん、日本語の枠を極めた宝石のような短編集。あ、短編集なんだ。お、何度読んでもポロポロ涙が出ます。 あ、ちょっと泣ける方の話になってるんですね。本当に覚えてますか、館長。ですねって感慨深く言われてましたけど。こんだけあるからだって。さあ、ちょっと縁側に移動しましたけれども。いや、マジでいい。ちょっと最高やね、縁側。めちゃくちゃ気分いい、この緑がね。静かですね、ここの方はね。なんといってもここね、やっぱ泊まれるっていうところが醍醐味なんで。これが宿泊セット。そうですね。おー、タオルと、あ、こういう風にもう浴衣もありまして。で、これって宿泊してお布団とかはもう自分たちで敷いて、もうあとはもう好きに一日をって感じですか。そうです。あの最初のチェックインとチェックアウトの時だけお出迎えとお見送りをして、なるほど。あと基本ほったらかしっていうか。すげえ。一棟貸しなのよ。あと気になるご飯っていうのはあるんですか。あのご飯はあのスタッフがみんなあの2食作って、ほう、あのお客さんにお出しするので、まああの揚げ膳すげ膳ですね。わあ、嬉しい。あとお風呂は。お風呂がですねないので、まあ、近く歩いて1分ぐらいのところに源泉かけ流しのところがあるので、はい、そこのエール温泉っていう、はいはいはい、浴場にチケットをお渡ししてそこに入って、うわ、いや、めちゃくちゃいい。だから近くで立ち寄り湯でお風呂入ってまた帰ってきてここでゆっくり過ごすと、はい、では館長、はい、まあ、今後の目標展望お聞かせください。古温泉を本好きの聖地にしたいっていう野望があって、泊まれる図書館の2号店3号店を古温泉に作りたい。めちゃくちゃいい。いや、絶対もっともっと広がると思います、この良さ。ぜひ皆さんもね、泊まりに来てみてください。本当に今日は館長ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ぜひとも皆さんもですね、この暁に泊まって本に囲まれてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで今回僕たちが紹介する読書スポットは泊まれる図書館暁でした。そういきねー。